こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、3連系のタム回しの練習をいろいろしようかなと思ってるんですが、前にブラックナイト、こっち系の今リズムパターン全然叩けてなかったけど、こっち系のタム回し、要は3連を2つで割るってやつね。でもまあテンポ速いやつの場合はあんまり、まあスネアバスラスネアバスラよりかは、手足のパターンが多いんですね。これは高速化するんですね。でイメージ的にこれの高速化する時のポイントはこの感じです。タク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 で、左手はその後ついてくる。この感覚で足の位置が大事なんですよ。ハイハットを踏んでて、こう右手左手足なんで、このこれでなんか普段よく練習してましたね。デートの待ち合わせでこうベンチに座ってこうやってやってたんですけど、彼女来なかったんですよね。多分遠くで見ててね、変な人だと思っちゃったんですよね。こういう、ね、電車の中とかでもこうやってこう曲聴きながらこうやって練習してました。スペースが空いて非常に快適な感じなんで、そういった、ちょっとやらかし系の人生を送ってもいい方はあちこちでやっていた。まあドラムやるとね、落ち着きなくなりますよね。落ち着きなくなったねってよく言われますよね。普段からこうやってやっちゃうからね。これはすごいすごい揃うんで、揃うと気持ちいいんで、これでも大事なのはタック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 、左は添え物系みたいな感じで、回し方としては、左手ここに固定しといて、でこれでやると3拍じゃないですか。だから4拍子に混ざらないから、これでリセットすると、ワンツースリーワンツースリーワンツーですね。最後だけダブルになるので気をつけていただいて、やっていただければ、気持ちいいですね。僕大好きなフレーズですけど。で3系で割ると、今度は4たす2もあるんですよ。だから僕よく使いますけど、これだと6連になります、ね、まあこれはちょっと最後バラッとしましたが、こうやって練習していただければ、こういうのをメトロノームちゃんと出して。にちゃんと3連で割って練習することね。でこの割り方って、この手順的にはこれでいけるんだけど、これだと交差するんでやりにくいんですよ。なので1234か1234か、要はあとここもありますね。だから三角形でよく捉える1234、ここの三角形、それかこの三角形ね。でこれ一番最初に教えてもらった先生が、バスドラのダブルがこれだと、この三連打しんどいでしょ、だから揃わないんで、これは最後はで最初から回すときにダブルが苦手な人は右左右左右足、だから
なんかペダリングうまいなみたいな、一発しか叩いてない。最後が間に合わないのでスニアと行っちゃうって感じ。スニアで止まりゃいいんですよね。だからという順番ですね。かという回し方ですね。なので、整理すると、右左足右左足右左で右左右左足足右左右左、あとは右左右左という回し方の3種類をいろいろこうごちゃ混ぜにして使うと、おすごいこの人うまいって感じに見えるかなと思います。あとはこの練習はね、あの電車とかでやるとスペースは広く使えるという、そういうことを覚えておいていただければいいのかなと思います。というわけで本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。